どうも皆さんこんばんは、アポロでございます。今回はですね、カメックスデッキ使っていきます。新型です。まあ先週もね、カメックスの動画出したんですけれども、そのミュウツーを搭載した、通常のね EX じゃないミュウツーを搭載した、まあカメックスの動画を出したんだよね。まあそのところですね、あまりですね、その評判が良くなかったというか、なんでこのね水エネなのにミュウツーなのと、なんでミュウツーを壁で使うのっていうね、他の例えばこのフリーザーとかね、それから EX のフリーザーとかですね、まあそっちの方がいいんじゃないのとか、サンダー EX の方がいいんじゃないのっていうコメントも、たくさんいただいておりましたので、なんでこのヒエクのミュウツー、そして今回フリーザー1枚、新しく搭載したんですけど、まあこれにしてるのかっていうのを紹介しながら、ちょっと納得していただけるようにね、説明しながら、今回やっていきますので、皆さんよろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、行きましょう。さあ、霞は外れと。でカメックスデッキのポイントは、まあカメックスを、このハイドロバ通貨ですね、こちら、まあ、エネルギー3つプラス、2つですね、まあ、5個つければ、まあ、基本ワンパンできるんですよ。大体のポケモンワンパンできるんですよね。だこれ完成してしまえば、もう、勝ちですよという状況を作れるので、これが完成できるかどうかっていうところがポイントなんですよね。そこまで繋げればいい。だから他のところに、正直貼る必要がないと思ってるんですよ。この、フリーザーにも。本当にだから霞が上振れて、さっきゼニガメに5個乗らない、乗るみたいなね。まあ、そういうことが起きない限りは、まあ、そんなことする必要はないと思ってるんですよね。なので、なんだろう。エネルギー乗せる必要がないので、このミュウツー、通常のミュウツーに、しているっていうところがあります。はい。まあ、ここはスピーダー使います。スピーダー使って、フリーザーを逃がして、ミュウツーですね。はい。前に出していく。で、夏目も使っちゃっていいかなと思います。はい、使っちゃいましょう。カメックスにして、その、威力が高いっていうところもいいんですけど、もう一つですね、カメックスのいいところは、HP が180って言ってね、なかなかワンパンで落とされないんですよね。まあ大体その、今の環境的にワンパンで落とせるって、まあリザードンぐらいなんですよね。環境上位でいてさ。で、ミュウツーとか、ピカチュウにも、まあ、ワンパンで落とされることはないと。まあサンダー EX だけ、落とされる可能性はあるんですけれども、基本ワンパンで落とされないっていうことで、まあだからもう本当に、カメックス EX を作るっていう、完全体カメックスを作るっていうことに注力すればいい。まあそんなデッキなので、まあだからその、まあエネルギー関係ない。まあ別に貼らなくていい。まあこのミュウツーを入れてます。やっぱね、ミュウツーのいいところ、ね。まあ HP が120あって、はい、さあ、霞。HP120 あるじゃん。だから、まあ、ピカチュウのさ、攻撃も耐えられる。ね。まあ、こうやってミュウツーからもね、守っていけると、なかなかワンパンで落とせないんですよね。大体だからミュウツー、ミュウツーって繋いでいければ、かなりのターン稼げるんですよ。はい。いや、ちょっとね、ちょっと痛いんですが、さあ、どうでしょう。まあ、ミュウツー。だから、ヒエク、最後に完成したカメックスを出していくってイメージですね。今回、霞が、まあ、でもいいわ。ね、霞が2回失敗してる。これはね、まあ動画的にはいい。なんでこのミュウツーを入れてるかっていうね、そこが非常に分かりやすいので、まあ動画的にはいいです。はい。さあ、落とされてしまうんですが、さあ、ここでフリーザーですね。フリーザー、さあ、傷薬。うん。まあ、傷薬は使わないでもいいでしょう。はい、どうでしょう。お相手はどう来るか。まあ、十分だから、ミュウツー、フリーザー、または、ミュウツー、ミュウツー、ミュウツー、ゼニガメ、最後にカメックス EX っていう風に、移っていけば、ちゃんと手張りでね、手張りで、まあ、5個貯めるっていうことができますので、まあ、十分間に合うんですよね。はい、さあ、そして、どうする？まあ、あとはね、普通のミュウツーですね。例えば、じゃあ、カビゴンとかはどうなのかっていうと、
カビゴンだと逃げ根がね重いんですよ。なのでカメックスが完成した時に、まあ、逃げてですね前に出して戦っていくっていうのがちょっと苦しくなるので、まあ、その辺はだからミュウツーの方が、便利ですよと、まあ、この試合も大体勝ちかなと、はい、思います。さあここでカメックス EX、まあ、これもうねこの状況作れればもう勝ちなので、まあ、あとはもう何も出さなくていいです。ここから出すと、まあ相手のいい感じに夏目使われちゃったりするんでね。いやでもいいでしょ。でさっき今回ねフリーザーの通常のやつを新しく入れた理由としては、例えばミュウツーが前に出てて、後ろがフリーザーいなくてさ、まあ、作ってる途中のカメックスだとするじゃん。それが夏目で前に出されちゃって微妙な感じの時に捉えてしまうと、それ嫌なんですよ。それきついんですよね。なのでちょっとそのヒエクのポケモンを増やして、よりカメックスまでの時間を稼げるようにしたいということで、フリーザー、1枚入れてます。まあ基本はだからミュウツーミュウツーカメックス EX、 まあこの順番でもカメックス EX カメックス EX に、まあ注力するね、こいつを育てることに、全てをかけるっていうね、まあそんな動きでいいかなと思いますので、そうしてください。はい、まああとはまあ前になんか出てきたら勝ちです。まあゲンガーはねワンパンで落とせないんですけども、結局相手はもうねまあ無理なんですよね。もうこの状況になったらミュウツーデッキはワンパンで落とせないので、だから霞がこんだけさね働かなくてもこうやっていけるっていうことで、まあミュウツー良かったでしょ。あんだけ時間を稼げるね、非常に強いかなと思います。はい、1戦目勝ちです。さあ続きまして2戦目は、はい、炎タイプのデッキですね。でさっきの試合はそのミュウツーを採用している理由、このフリーザーを新しく入れた理由っていうのを、まあ、紹介したんですけど、じゃあ逆にそのさ自分はなんだっけ、何を言おうとしたか忘れちゃった。いいね、うん、なかなかいい。まあ、例えばね EX のサンダーとか、EX のフリーザー、まあ、この辺採用してみてますとか、まあ、あとはラプラスとかですね、その辺壁として採用するのどうですかっていうねご質問、たくさんいただいてたんですけど、それじゃあちょっとまあそうしてない理由についてですよね。それも確かに、面白いかなと思うんですけれども、逃げ根もね、例えばサンダーだったら、軽くてねいいところもあるんですが、ただやっぱりね、例えばピカチュウに当たって2パンされちゃうんですよね。2パンされて、しかもそれだけでもう2ポイント取られちゃうんですよね。それだけ2ポイント取られちゃうと、まあ負けなんですよね。自分の負けになってしまうので、うん、なのでまあ時間が稼げないと、このカメックスがちゃんと完成する前にもう終わっちゃうんですよね。だからそうしてないです。はい、まあこのヒエクで壁を作って、カメックスを作るね、まあそういう流れにしてますよっていうね、まあ大体まあ理由はこの辺なんですけどね、ご理解いただけたでしょうか。はい、これで分かっていただけると嬉しいんですが、さあまあこれね、まあ相手がね炎タイプ弱点、炎タイプのデッキなんで、これはねもうこっから潰しに行きます。はい、まあこういう時は相手が弱点だなっていうね、ワンパンで取れるなっていう、しかもヒエクのデッキだなっていう時は早めにねこうやって切り替えちゃっていいです。まあこの辺フリーザーはね便利ですね、こちらのフリーザー。うん、でまあフリーザーをまあミュウツーじゃなくてフリーザー入れるのどうですかっていう、まあそれに関してもやっぱりピカチュウでワンパンで取られちゃうから、まあピカチュウデッキに当たったら2ターンしか稼げないわけですよ、ピカチュウ完成した後にね。だからそれが嫌なんでミュウツーにしてるっていう、そんな感じ。はい、まあなんか他にも分かんないことあったらとりあえずコメントしてみてください。できる限り答えます。ただやっぱカメックス EX のデッキに関してはもうカメックスが完成すれば自分はいいと思ってるんですよね。カメックスさえ作れればもうそれでもう勝てると思ってるので、そういうデッキで、あと
もう一つ注意してほしいのが、こういう場面ですよね。今みたいな場面の時に、まあ、ゼニガメとか、まあ、手札にいるんですけど、まあ、そういうのはね、出さない方がいいですね。出さないで、あ、まあ、無駄なやつ出さないで、とりあえず潰しに行くと。はい。まあ、そのデッキだったら全員、ワンパンラインに入りますんで。9コンになって、そして、カツラ使われても、結局落とせないんですよね。このカメックスの強いところは、この、技の威力もそうだけど、やっぱ体力がね、180あるっていう。大体まあね、一撃でやられないっていうところも強いところなので、もう全部カメックスに託すっていう、そういう戦い方をしていいので、いや、自分もっと評価上でもいいと思ってるんですよね、カメックスは。なんか評価低いなっていう、世間の評価低いなっていうふうに思ってるんだけど、まあこういう戦い方を心がけてやってみてください。はい、勝ちです。はい、3戦目ですね。よろしくお願いします。まあ今回のこの、まあさっき1戦目2戦目で紹介した、まあ理由ですよね。ミュウツー搭載した理由。まあこれ、やっぱ納得していただけたらね、まあグッと押していただけたらなと思うんですが、まあ何かあったら言ってください。はい。まあとりあえずその、ゼニガメプラス、まあミュウツープラスフリーザーとか、ミュウツーミュウツーとかね。こういう風にしときたい。その理由としては、相手が夏目を使ってきた時に、ゼニガメを前に出したくないからですね。ゼニガメ対策で、まあ最低2体は出しておきたいなっていう、そういう理由。そういう理由で、まあフリーザーは増やしましたよと。いや、楽しいんですよね、カメックスデッキは、本当に。使っていただければわかる。まあ唯一ちょっと怖いのはやっぱ二進化なんで、その、ほんと最後まで、もうデッキのボトムにね、まあカメックスが埋まっちゃうとか、まあそれは怖いですね。ただまあ種ポケがあんま引けないっていうことは、このフリーザ入れればなくなるかなっていう。前回の形だと、ちょっとね、例えばミュウツープラス、ゼニガメになっちゃうこととかもあったんですよ。ミュウツーだけだったんでね、壁が。なんですけど、今回はその辺もケアしてますので、まあ安心して、まあ皆さん回せますので、ちょっと使ってほしいですね。ぜひ。さあ、カメックス。あとはカメックスを育てる。本当に他は、逃げる時だけ、逃げねように貼るっていうだけでいいです。逃げるために、エネを貼る。まあ、ここは回復してもよかったかもですね。後ろナッシー作られて、ナッシー EX の打点っていうのがあるんでね。はい。もちろんその、霞がですね、霞が上振れてくれれば、もうこの辺から最強カメックス EX で、相手を粉砕もできますので、まあ、その辺の上振れはね、ちょっと今回お見せできてないんですけど、そこは皆さんに楽しんでいただいて、やっぱりガン回りしてる試合よりも、あんまり回ってないところから、巻き返すっていう試合の方がですね、まあ、参考にはなるのかなって思いますんで、あえて、残しております。はい。そう、あんまりね、その、霞すげえ早く溜まってカメックスを作るってなると、別にミュウツー、まあ、何でも壁いいじゃんってなっちゃうんですよね。だけど、毎回そうやって霞がちゃんと当たるわけじゃないから、その、あんま回ってないところも見せとかないといけんかなっていう。そんな感じ。はい。で、あとは、ポケモン本当に余分に出さないようにしましょうね、と。余分に出さなくていい。まあ、特にカメックスが完成したら、もう他にポケモンは出さなくていいかな、と思っております。まあ、もうこっからカメックスでもいいですけどね。全然。いや、全然いい。はい。スピーダー、逃げてカメックス。はい、ハイドロバツーか。まあ、まあ別にミュウツーは本当に落とされてもいいポケモンなので、全然ちゃんと5個溜まってからでもいいんですよ。一応5個溜まってからの方が、違う方に逃げね貼れるんでね。
わざわざスピードはここで消費しないで、例えばここで夏目を使われた時に、いけるんで、まあそれでもいいんですけども、はい、まあじっくりじっくり、しっかりカメックスを育てていくっていうね、まあそういう戦い方をしてくださいねっていうのをちょっと皆さんにね伝えたかったんだ。伝えたかった。はい、ラストですね、やっていきましょう。ちょっと一戦ぐらいはあの霞上振れムーブ見たいですね。ね霞上振れ見たいよな。まあニャースとか入れてない理由もやっぱ時間稼げないからですね、ニャースが。まあこのフリーザー、そしてミュウツーであれば、ここで霞上振れ霞でいきなりフリーザーにね3つついたとしてもね、なんとかなりますからね。はい。いや、カメックスは本当に勝てる出来だと思う。ちゃんと回し方が分かってれば、勝てる出来だと思うので、もっとね、使ってほしいんですよね。まあ、ただ、フーディンはきついです、結構。フーディンうまく、なんだろうな、うまくやられるとちょっときついですね。フーディンデッキは嫌だなっていう、そんなところは、あります。はい。さあ、どうでしょう。まあ、このフォーメーション。フリーザー、ミュウツー、ゼニガメ。ミュウツー、ミュウツー、ゼニガメ。このフォーメーションですね。これはね、意識してください。めちゃくちゃ意識してほしい。さあ、あとはカメールですね。まあ、一番いいのは博士の研究引いて、カメールを引くっていうのが一番いいですけども。さあ、カスミ。やってきました。さあ、カスミ。例えばここで4つとかついたら、フリーザーに、別に乗せてもいいですけど、ね。なかなかね、まあ、1個乗せてくれるだけでも十分ですよ。十分。ありがとう。ありがとう、かすみ。センキュー、かすみ。まあ、そしたらもう、まあ、博士の研究とかじゃなくて、まあ、博士の研究でもいいですけど、カメールでいいですね。まあ、あとはカメール引けば、そのデッキにも勝てるかなっていう。うん、ピカチュウデッキとかにもちゃんとミュウツー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 カメックスでいけば勝てるので、そこはねちょっと前回の動画と合わせて見ていただきたいなと思います。ちゃんとこの改良されてますんでね、デッキの中身が違いますから、その辺見ていただきたい。さあ、しっかりダメージを食らっていく。さあカメール、いやこれもう勝ちましたね。勝ちました。はい。まあ、ここはもうフリーザー変える必要ないです。落とされちゃっていい。そのまま吹雪で落とされちゃって、カメックス。まあ、カスミ一回乗っただけでこれなんで、うわ、やべえな。レッドカード嫌ですね。いや、レッドカード嫌なんだよな。いや、カメックス戻ってこい。戻ってこい。カメックス。よし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 。危ねえ。危ねえ危ねえ。レッドカードはね、二進化とか使ってると、レッドカード一番嫌ですね。せっかく揃ってたのにっていうことがあるので、はい。カメックスデッキでね、負けちゃう方とかは多分、あんまり我慢できてないんじゃないかなっていう、その、エネルギーがね、まだ三つの段階でカメックス出しちゃってるんじゃないかなっていう、そんな風にも思うんですよね。ちゃんとこの、じっくりじっくり、じっくりことことカメックスを育てて、まあ、ハイドロバ通貨マックス状態で、ちゃんと打ちましょうねっていう、そんな感じ。ね。まあ、こうやってフリーザーもワンパンできます。もう勝ちです。はい。勝てるでしょ？いや、めちゃくちゃ強いです。この使い方してください。本当にこれ、まあ、近々も大会優勝、全然あり得るなっていう、もう大会優勝予想します。ミュウツーデッキとかにもかなり強いので、うん、なんなら自分が大会に出て優勝してきてもいい。それぐらい強いデッキだと思ってますので、はい。サトシじゃん、相手。ね。サトシでした。サトシにも勝ちました。ね。まあ、ぜひ、まあ、この新しいカメックス EX 使っていただきたいなと思います。まあ、あとは、まあ、なんか質問があったら聞いてください。まあ、ちゃんとこのミュウツーと、ミュウツーの理由ですね。ま、今回さすがに分かっていただけたかなと思いますんで、ね、試してみてください。嘘だと思ったら、ま、試していただきたいなと思います。はい、たくさんのグッド、チャンネル登録お待ちしております。お願いします。